ミルクサッカーアカデミーニュースヘッドラインですよ。井上真ですよ。ノーミルク佐藤でございます。グッモーニング、おはようございます。おはようございます。今日もねやっていきましょう。はい、今日もね、うん、ボン出ましたこちらのニュースでございますよ、うん、はい、やっていきましょう。はい、先生出してくれました。おやおや、おどうした。まずね、はい、なんでこんなことが起こるんだよ話パート2 なんでこんなこと高かったですね今日ね。はい、あの先日我々見る赤のね、うん、ニュースでも、はい、はい、あのセバスティアン・アヤックスにね今回移籍したセバスティアン・ハラーっていうフォワードの選手が、はい、なぜかあの EL の方に書類提出し忘れて出場できないっていう、うんうん、よくわかんないニュースあったんですね。アヤックスらしからぬ、名門らしからぬみたいなね。そしたらそのアヤックスでもう一個起きちゃって、ゴールキーパーのオナナさんなんですけど、1年間出場停止になりました。1年間そう、あのあんまりこれもう笑っちゃいけないんだけど、ちょっと笑ってしまう部分がどうしても入ってて。なんでなんですか、書類の不備ですか、また。あのね、こちらもね、ちょっと違うんですよ。はい。なんかね、こうあの、普段飲んでるのが、うん、お薬みたいなのが、多分我々でもほら、風邪薬とか飲むじゃないですか。常備薬的な。そう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 。はい、そしたら、それで間違って、なんか奥さんが服用してる薬飲んじゃったらしいんですよ。はい。はい。そしたら、それが、いわゆるドーピング扱いの薬に入っちゃってて。わー、成分が。それで、ピって検査したら、そうなっちゃう、ピピピピピってなっちゃったから、うん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 、お前やってんだろうってことで、一回出場停止決定。うん。うん。でも一年ではないでしょ、その一回で。いや、一年。え？一発一年。そんな良くないんだ。そんな成分一つで。うん。あらー、じゃあよっぽどの、なんかこう、バッティングしちゃったわけね。だから薬を間違って飲んでしまったかゆえに、一年出場停止ってので、今は、本当これまさに Now の話で言うと、はい、正直、あの、間違ってしまったって、その、僕の自分自身のミスってことは正直認めると。うん、ただ、あの、うん、それこそ毎回毎回こう、何か飲んでたってわけでもないし、間違ってつまんのを飲んじゃっただけだから。それは本当そうだと思うけどな、僕も。ってことで今、どうにかなんねえかってので、今、ウエハの方に、どうにかなんないってので今聞いてる。でもそれが、解ききれない間は、もうずっともう、あら、出られないです。ああ、そうですか、うん。で、じゃあ、このオナナさんって、はい、これ聞いてる方、ね、さすがにオランダとかも見てるって人少ないと思うんですけど、うんうんうん、いわゆる、あれなんですよ。日本で例えるんだったら、うん、西川周作選手とか、東口選手とか、それぐらいのレベルの選手。はい、おー。で、そんなことが起こっちゃったと思っていただけると。はい、代表ですもんね、どちらか。そうなんです。はいはいはい、そうなんですよ。それがね、これはちょっとな、わざとじゃないってことをなんか、なんとか証明できればってことなんでしょ？そういうことなんですよ。難しいな、そっか。だからあとはね、解決されることをちょっとね、願いますという感じ、うん、でアスリート大変ですよね。なんかこう、人から出されたお茶も飲めないっていう人もいますもんね、その。そうですね。オリンピック直前とかそういうことになるとね。うもう、なるほど。これだからアヤックスは選手誤審と大期待のエースフォワードを書いて EL 臨む可能性が高くなっちゃったと。ついね。なんとか日本人選手で埋めません？それね。いますよ、いい子たちが。これを聞いてらっしゃるアヤックス関係者の皆さん、ぜひ。日本語で言ってみましたね、今ね。はい、じゃあ今度続いていきます。今度はですね、はい、驚き&びっくり&嬉しいニュースですね。どっちに行くんですか、これ。右に行きましょう。はいはいはい。2月6日ですね。2月6日、はい。はい。に、J1、清水エスパルスと、うん、J2、ジュビロ磐田の静岡ダービー的な練習試合が行われました。はい、はい。45分×3という試合で、うんうん、結果的には1対1で終わったんですけど、はい。なんとその試合のジュビロ磐田の得点が、うん、磐田 U18 所属の、中学3年生。うんうん、この写真の彼ですよね。はい。はい、はい。まだ、だから中学を卒業してない方が、あら。J1 清水相手に、結構ガチめな相手に、点を取りました。へえ。すでに186センチとんでもない。いやー、逸材。そうなんです。彼もともと U16 だから1個年上の方々との、うん、年代別代表にもですね、入ってる後藤圭介さんっていう選手でもあるんですけど。その界隈ではもう知る人ぞ知るというか。もちろん、アンダー代表を知ってる方々からそれを。知る人ぞ知るというか、誰もが知る。はぁ。そうなんですよ。ヘディングかな？ちょっと得点圏では僕見てないんですけど。そうなんです。これはニュースだね。嬉しいね。そうなんです。2005年生まれの。
方でございます、うんうんうん、これは清水岩田飛び越えてこう日本人として喜ぶべきじゃないこの。そうですね。ね。なんで一応ねまずこの方この後藤圭介選手、パリオリンピック世代でもないと言ってきた。嘘でしょ。ついにその次。いやーこれは長生きしないかんねこれね。そうなんですよ。体いたわら俺も。一応なんでこの方は何世代に当たるかっていうと、例えば今ね、東京オリンピックからが東京世代って言われてたりだとか、はいはいはい、久保選手とか松岡大輝選手はパリ世代って言われますけど、好き、うん。2005年から2008年生まれの選手たちは、ロス世代です。ロス世代ロサンゼルオリンピック、ロサンゼルスオリンピック世代。見たことあるよ、子供の頃でロサンゼルスオリンピック。また戻ってくるんですだから。うわー、だから前、昔の東京オリンピック知ってるわーっていう人をさ、うわー。うん重鎮って思ってたけど、私もそういう年になっていくわけですね。はい、なってきたってことですね。はぁ、ロス世代。はい、ということになります。ちょっとあれですけど、ロスオリンピックロスとかになるんですかね、その時は。あんなに盛り上がったのに、みたいなね。あり得るかもしれませんよ。そっか。いやいや。いやいや、わかりました。はい、そしてその右もちょっと嬉しいニュースが飛び込んできました。はい。今、北海道コンサドーレ札幌から、はいはいはい、オーストラリアのブリスベンロアにレンタルで移籍していて、ダンザキ陸選手がですね、なんと、2得点しました。やったぜ。2月6日にね、行われた試合だったんですけど。前にもね、得点は決めてましたという V は見ましたけれども。そうそう。これでだから、シーズン3点目かな。やった。しかもこれでまだ5試合消化地点で3点なんです。で、この日も、5対2かな結果的に言うと。で、勝って、うんうんうん、ブリスベンローはなんと、暫定首位に立ちました。いや、あ、すげえ、A リーグですよね、の、首位のチームの、もうちょっとスコアが、ナイスストライカーな感じ。これは、十分な実績ですよ、先生。これはいい活躍ですね。素晴らしい。楽しみなことが起こってますよ。移籍先でね、今、ハマってるということで。はい。すげえ。ありがとうございます。超嬉しいですね、これは。ねえ、本当ですよ。はいはいはい。はい、そして今度は下の段行こうと思うんですが、はい真ん中のところですね。うん徳島。はい。J1 ボル、徳島ですけれども、はいはいはいミッドフィルダーの、バトッキオ選手を獲得しました。バトッキオ、はい。すごいのがね、どっからだろう。まず、取った先が、はい。リーグアン。リーグアン、おう。リーグアンのスタッドブレストというチームから、引っ込んできました。フランス一部から徳島に来てくれるってことですね。しかもシーズンでちゃんと15試合出てるんですよ。シーズン半分で19試合だけど、そのうち15くらい出てるんですよ。まともに出てる人って。戦力でございますな。そうなんですよ。まあでも、胸張っていいですね。徳島も日本の一部ですからね。そうなんですよ。はいはいはい。さらに徳島はもともと本間志音選手を取ろうとしてて、いわゆる彼は残留になったんですね。はい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 。で彼、その時取るのに、移籍金上2億円っていうのが新潟側からどうやら提示された金額じゃないかって言われてるんですけど。そんな話が。はい、で、ただそれを取れる状態にあったんです、徳島。はぁ。ってことは、その2億使うお金がなくなったんで、じゃあ他世界中から探してこようになったと思う、だと思うから。検索に引っかかったのは、この、B1。バトッキオじゃないか。だから日本が普通に欧州5大リーグから取ってきてるぜったらこれすっごい。これは楽しみです。これは今シーズンのね、結構赤丸遺跡の一つですよね。そう、まあ、あとはね、結局いつ加入って形に正式にできるのかまだわかんないですけど、入ってこれないから。そうなんですね。そうそう。まあ、なんか4月くらいなんじゃないかなと思いますが、まあ、楽しみな選手の一人ですね。まあ、超楽しみでございます。はい、そして下の部分でございます、はい元新潟のフォワードファビオ選手、まあいろいろありましたね、じゃあ日本にいた時にはね。そうですね、残念でしたけどね、はい、いろいろこうね、ファンとしては、はい。でも、もともとは、やっぱ新潟の方々としても、いわゆる第二のレオナルドとして獲得したぐらいの選手だったので、もう実力はもう折り紙付きだったわけですよ。はい、はい。そうしたらやっぱ検索に引っかかったね、メジャーリーグサッカー、MLS の。超いい移籍してんじゃん。いや、これだからいい活躍すると思うんで、ちょっとまた、活躍度合いとかいろいろ分かったら、このニュースでお伝えできればなと思ってますから。レッドブルズは、これ有名ですよね。そう、有名なとこ入って、これはちょっと楽しい。FC とこう、人気を二分する。ねえ、いいとこ入りましたよね。適当に言ってますけど、そうでしょ。まあ、ちょっとだからどっかでね、メジャーリーグサッカーのなんか話とかもできればと思ってる。はいはいはい、興味ある。はい、ということで、またやりたいなと思っております。これはザルツブルグとかライプツィヒとかとちょっとね、仲間なわけでしょ、これは。あ、でしょうかね。だからここは、ぜひぜひまたやらせていただければと思います。これはちょっと本当におななさん以外、景気のいい話ですね、すべて。本当です。あとはね、おななさん。ちょっと
あと右上のあの僕のあのいつものあのツイート部分があるんですけど。斉藤美月さんの怪我が心配ですねと。そうなんですよ。この間ちょっとお怪我しちゃってってのがあって、どうやら多分長そうで。ああ、そうですか。多分2ヶ月とか3ヶ月なんじゃないかなっていう。今シーズンもしかしたら出られないかもしれないですね。一回帰ってくる？一回帰ってくる？でも帰ってこれないですよね。それもまた難しいのが。ああ、これじゃあでも、語学とか、はい。ね、生活とかそういうことで、なんとか。ねえ、どうにかなってほしいなと思う。そしてですね、あの、今まさに、まあこれ聞いてる方々的に言うと今どころじゃないんだけど、はいはい。あの、ちょうど収録の時点で、ぴったりで飛び込んできたニュースがありまして、はいはいはい。FIFA からちょっと通達が出ました。いやから、まさに今なんですよ、我々からするとね、まさに。FIFA から通達が、はいはい。はい。まんま読みます。はい、各国代表チームが国際 A マッチを戦う際、はい、うん。本来であれば、A マッチこう代表ウィークとかだったら、はい、あの、行きなさいと、招集レターあったら行きなさいっていう義務が本当は発生するんですけど、その派遣義務を一部4月末までは緩和するというニュースが発令されました。うん、はぁ、あ、はぁはぁ、まあそりゃそうだわね、それはね、うん。なんでこれ、まあでもそんなこと言われても、どういうこと、うん、ってなると思うんですが、日本的なこと言えば、3月の末に本当は代表戦があるんですよ。はい、ワールドカップ予選が、はいはいはい、うん、なんですが、あの我々的に言うとこの間秋に10月ぐらいであのオランダとかオーストラリアとかで行われた時に、あの浅野拓磨選手とか橋本健人選手とかがあと来れなかったってあったんですね。大迫選手とか、ね、あの所属チームの所属国のプロトコルによりましてってことよね。そう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 、はいはい、だそういう各国同士のプロトコルによってはあの行かなくていいよ、行かせなくていいよっていうことになるよと、うん、なんで、うん、おそらくまただから海外組メンバーだけで集まるって言うんでもおそらくは何かしらの制限があるし、うん、海外国内でじゃあみんなの本当の完全フル代表ってのはまだしばらく見られます。なるほどなるほどね、うん、これはもちろん日本だけじゃなく全世界共通なんでしょうがないですけど、うんうん、そりゃそうですよね、うん、なるほどなるほど、はい、ということでございます、うん、今我慢の時でございましょうということでございますね。はい、あとは右下のところに今日はオーストリアを持ってまいりました。オーストリアなのこれどこなのかなと思ってこれ、あ、そうなんです、ね、サルツブログって書いてあるのかいこれ一番上は。そういうことでございます。ほう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 、まあ優勝は間違いあれってのが今年で実は例年だと今ね、ザルツブルグが15試合終わった段階で11勝1分け3敗と、もちろんトップなんですけど、それについてるのが、あの、北川晃也選手が所属しているラピッドウィーンなんです。2位にいるんですね。そうなんですよ。しかも勝ち点が1差しか変わらないので、これ、もしかするとあるのでは？という状態になっております。出てんの？北川選手。北川選手出てますね。あ、いいね。いいね。うん、で、あと、オーストリア的に言うと、南野選手がリバプールから、まあ、サウスアプト行きましたけど、で、奥川選手も行っちゃったんで、はい、ドイツにね。はいはいはい。オーストリアもう北川くんを見るリーグになりましたから。そうで、北川、リーグオブ北川ですよね。そうです。なんで、あとは北川くんにも得点王とか、はい、なんならね、そして優勝もしていただいて、おー、北川すげーじゃーんってこう、なるのをちょっと楽しみに。いやー、わかりました。はい、したいところでございますと。4位に、4位のチームは気になりますね。なんかパリラスクリス。パリとしたね。ね。あの、ちょっと袋をわざと開けといてね、置いとくのも好きでしたね、はい、僕あれ。なんか、くにゃってなるんですよね。半日ぐらいするとね、あれね。ちなみにそんなね、あれなんですよ。はい、あの、ラピッドウィーンがちょうどこう、なんか先週かな、はい、あの、そのラスクと対戦してたんですね、ちなみに。あら。バリバリに噛み砕いてやったんでしょうね。2対1でラビットウィーンが勝ちました。ね、いやー、あの、さすがですよね。はい。歌声でね。ウィーンの歌声でね。ラビットにしてやったわけでしょ。ちなみにその試合も、はい、あの、得点には絡まなかったですけど、はい、北川選手はスタメンでした。おー、これちょっと後でまたね、くっとこう特集的なデータが出揃ったらまた教えて。またやりたいなと思います。わかりました。今日もいろいろありましたということで、今日もというか昨日までね、いろいろありましたということでございます。うん、さあ、今日もいい日でありますように、明日もね、ニュースその他出していきます。今日も動画3本出ますんで、ぜひ皆さん聞いてちょうだいね、ということですね。お願いします。はい、というわけで、ミルクサッカーアカデミー、チャンネル登録をぜひ、あ、高評価ボタン、あ、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは行ってらっしゃいませ。いらっしゃい。行ってらっしゃいってか、日曜日か。まあ、休みだけどね。良い一日よね。ね、はい。